はい、令和6年5月16日皆様おはようございますえー、今日はねなんとなく朝起きて体が動かしたいなと思ったんで軽く朝活やりますといっても激しくやってないんでそこまで <laughs> じゃないですけど、ま、気分転換にはすごくなりましたまあ途中ポーカリ飲みながらね水分補給大切ですから で、体を動かすとね、お腹が減るもんで、自分でおにぎりを作りました。塩味の海苔巻いたほんと簡単なものなんですけど、これがね、海苔巻いたおにぎりっていつぶりに食べただろううん。割とね、美味しかった。うん。朝普段食べないんで、やっぱり朝食べた方がいいね、やっぱり。うん。ちょっとね、脳に、 血液が回れきがした。体動かして飯食ったから。まあ今から仕事なんですけど、まあね、仕事じゃなかったらこれテンション爆上げだったんだけどな。天気もいいし。まあそんな人いっぱいいると思うんで、今日も一日、えー、適に、適当にではなく適に頑張っていきましょう。まずチャンネル登録、えー、クラウドファンディングもやってます。ぜひよろしくお願いします。では、一日頑張って。